アクソルチャンネル。どうもアクソルチャンネルの空です。早速ですが、皆さんはこの2つの60センチ水槽の違いが分かりますか？水草の種類が違いますね。あ、田中っちいたの？はい、出るタイミングをなくしてました。今日3分間の短い動画なので、じゃっちゃいきます。あ、ふわふわ、はい。左はアヌビアスナナ、右はカボンバの違いですね。ズバリ当たりですね。まあ種類は当たってるけど、そうではなくて、他は？ソイルとオイソスナの違い。まあそれも正解だけど、今回の動画は水草に適した照明を当てましょうという動画になります。水草に適した照明。そう、皆さんはアヌビアスナナに苔がついて悩んだことありませんか？はい、あります。僕もナナの葉っぱが苔だらけで汚らしいです。何とかしたいといつも思っています。そうよね。そもそもナナは日陰の植物、そしてカボンバは太陽をカンカン当たるところに生えてる植物なので、同じ照明の明るさでは苔が生えて当たり前なのです。なのでナナなどの水草には少し暗めの照明が良いのです。さすがに真っ暗では枯れるし、魚も見えないので、明るすぎない照明がおすすめです。こちらはあえて小型の水槽用の LED ライトを使用しています。最近では調光機能付き LED ライトもありますので、そちらを使うのも良いですね。そしてこちらは60センチ用の LED ライトを2本使用してたり、ワット数も高めで、水草用の明るいライトとなっておりますので、こんなところにアヌビアスナナを入れた暁にはめちゃくちゃ苔だらけになり、やめたくなりますよね。そうならないためにも、水草の種類ごとに照明の明るさや大きさを変えて調整していくと良いと思いますよ。そうなんですね。僕もついついお手軽なのでセット水槽を買って、そのまま気にしなく使っていました。できれば照明は個別で買うのがおすすめなんですね。そうなの。水草をやるアクアリストの方はセットは買わず、個別に明るく良い照明を買うんですが、その逆に個別に暗い照明を買うということはなかなかしないですもんね。ついつい明るいの買っちゃいますもんね。ホームセンターなどだと特に明るくて良いですよって勧められたりしますもんね。これ暗くておすすめですよなんてことを言う店員さんはめったにいないでしょうしね。まあしょうがないですよね。なので皆さんもこの動画を見て、次買う時の参考にしてくださいね。せっかく綺麗なアヌビアスナナを買っても、すぐにコケコケになって嫌にならないように頑張ってくださいね。はい、頑張ります。ということで、お時間がやってまいりましたので、今日はこのくらいにして、また次回も見てくださいね。バイバイ。バイバイ。